The Guru concluded that its personnel were leaving too many digital breadcrumbs, in particular by carrying their mobile phones to and from sensitive sites associated with Russian intelligence. グルが結論したのは、そのプラスネル、そのスパイは、多くのデジタルの、これ、ブレードクラムスってパンクズっていうか、硝石残った後、だからパンクズ、ばらまいてね、あまりにも多くのパンクズを残していた。で特に、彼 の, 携帯電話を、ロシアの長期間と関連した、センシティブだから神経質な場所から場所へと携帯電話を持っていた、うん、ということだな。だからそれでパンクズって言ってるんだけど、うん、It also realized that、 そしてまた理解したのは、The expulsion of Russian intelligence officers in Europe had made it harder to mount operators and control agents abroad. One reason why the invasion of Ukraine went only というのはうまくいかなかった。ここの意味はどうですか？It also related to that.ロシアの諜報員、ヨーロッパにおけるロシアの諜報員の追放は、レシアのコントロール、ですね。肌っても。外国でコントロール、オペレー、ちょっと待ってね。あれか、マウントって何て訳すんですか？行う。行う。うん。オペレーションを行うことと、スパイ活動を行う。その、以前外国で諜報員をコントロールすることを難しくする、難しくしてきた、ハードメイド。で一つの理由が、ウクライナへの、侵略が予定通りいかなかったこと。うん、これだから意味はそのためにウクライナへの侵略がうまくいかなかった理由だ。はい、あ、はいはい。いいかな？いい？